アメリカ合衆国農務長官はアメリカ合衆国農務省の長である。同職は諸外国政府における農務大臣と同様の任務を帯びている。日本の農林水産大臣に相当する。アメリカ合衆国農務省内には以下のような株組織がある。アメリカ合衆国林野庁は77万平方キロメートルの国有林と緑地を管理する。食料安全検査局は アメリカ国内で生産、販売される食料の安全性を確保する。低所得者層に食料を供給するため、各州でフードスタンプ計画が実施されている。共同研究教育普及局は、農家や造園業者への勧告をなす。農務長官職の継承順位は、以下の通り。農務副長官農場、対外農業政策担当農務時間食料、栄養。 消費者政策担当農務時間管理、担当農務時間補調査、教育、経済情勢担当農務時間食料、安全担当農務時間天然資源、環境担当農務時間、電園開発担当農務時間市場取引、取締り担当農務時間農務省法律顧問農務、長官府主席補佐官農務省農場サービス庁、各州支局長農務省食料栄養局各地域、 支局長農務省最高財務責任者公民権担当のおむじか保議会関係担当のおむじか出典、ありがとうございます。